だって奉仕するわけじゃないですからね。弟子たちもですね、もうなんかイエス様十字架にかかるときね、ついていきますと言いながらですね、みんな逃げ去ってしまったんですよね。もう自分の命大事ですからね。しかしですね、その後ですね、こうね、またイエス様を受け入れられ、そしてペテコステで聖霊が注いだね。ペテロはですね、何千人、ね、という人の前でね、大メッセージをしてね、数千人が救われたね。イエス様でさえですね、そんなこうリバイバル経験してないね。イエス様はですね、あなた方は私よりも大きなね、御業を行うであろうと言われたね。それはですね、イエス様はですね、原理的本質的な中心ですけどね、イエス様ね、まあ、原理ね、しかしね、このね、原理的中心を内に宿してね、ペテロもね、数千人ね、リバイバル集会です。パウロは新約聖書のほとんどね、13つね、半分以上かね、半分ぐらいかいね、このローマ帝国の福音化にね、この尽力したね、ステパノを殉教に追い込んだアルメンバー殺人の共犯者ですよ、彼はね、で彼がね、ね、罪人の頭だという思いをいつも持っていた、ね、そういうものがですね、ローマ帝国をひっくり返した、ね、だから本当にですね、すごい、ね、しかしそれはですね、この彼らの力でですね、やはりキリストの御業の力、ね、聖霊の力で、ね、そしてまあ最初に言いましたようにですね、この イエス様のですね、生涯の中にはですね、イエス様の生涯には、まあ、高骨状態に陥ったような様子は全く見られないと、ね、それをですね、コリントの教会が出会った問題や使徒の働きに記憶されているような現象と比べるとですね、この驚きであると、ね、ここに書いてますけども、まあ、そういう意味でですね、私たちはですね、いろんな、まあ、聖霊の経験、体験、ね、オープンであることは、まあ、私は大事だと思うんですけども、その本質をね、大事に、まあ、しないといけない、ね、やはり私たちはキリスト、ね、キリストの、ね、人格、ね、品性、ね、ここに焦点を当てないと、ね、キリストの死と葬りと復活の御業に焦点を当てないね。ね、まあ、私 の、まあ、好きな本の一冊にこのジェームズ・ディージ・ダンというね、イギリスの神学者、イエスと御霊という本があるんですけど、まあ、その本の、まあ、結論の部分にはですね、クリスチャン生活というのはですね、こう死と命の矛盾化に満ち溢れている、ね、肉と御霊のですね、この矛盾である、ね、そしてこの一生涯のその緊張状態の中に置かれている、ね、ローマ7章24節のですね、このなんというこの惨めな人間だろう、ね、この死の体が誰が私を救ってくれたろう、このクリスチャンのですね、この叫びはですね、ライフロングクライ、一生涯の叫びである、ね、私たちの前にはいつも肉に従って歩む可能性とですね、見た目に歩む可能性が開かれている、ね、これは生涯の終わりまで続くんだ、ね、そしてその葛藤と矛盾はですね、この見た目の臨在の活動にますます鋭くされる、ね、しかしこのですね、この緊張、ね、この矛盾、これはですね、この霊的な健全なクリスチャン生活の印なんだよ、ね、命の印である霊的な葛藤というのですね。The mark of health, religious experience、ね、健全な霊的宗教的経験の印である、ね、だからそういうふうな、まあ、記事なんですね。だからね、私たちの、まあ、この霊的経験がね、こういう刻印ね、福音が押されている、ね、これで
によってですね、こうその御霊の経験であるということが禁止と保証されるのであるというね、ことですよね。あまり外側のね、ことは多様であってもね、本質ね、私たちは、まあ、焦点を当てないといけない、ね、そしてこのクリスチャン生活におけるね、この聖霊の働きね、それはですね、この改心ね、また再生ね、これはまだ明日救済文でまた詳しく入りますね。改心ね、まあ、聖書にはですね、いろんなそういうあの救いに関する用語ね、満ち溢れて、ね、改心ね、それはこうね、神に背を向けた状態から神に向き直すことであると、ね、その内容はですね、この悔い改め、罪を悔い改め、ね、そしてイエス様を信じることであると、ね、悔い改め信仰ね、コインの両面のようにね、返しね、それはアルメンとね、神様ね、背を向けた状態からですね、こうね、ターンして神様にね、一回で方向転換する、罪を悔い改めね、罪を悔い改めね、そして神様信じるね、悔い改めて福音を信ぜよと、非常にシンプルですよね、福音というのはね。しかしまあ今日第三世界のリバイバルの中を見るとですね、こういう根本的なポイントをですね、あの曖昧にしたりとか、あるいはこうないがしろにしたリバイバルっていうのはね、私はあのあるように感じるんですね。そこはまあやっぱりちゃんと見ていかないといけない、単なる改良のね、リバイバルがあるからといってですね、それをですね、あの真水と塩水と混ざっているということをやはりちゃんと見極めてね、この冷静に評価して学ぶべきところとですね、この退くべきところをね、やっぱり識別しないとね、数だけで翻弄されたらね、またいけないと思うんですね。私たちが学ぶべきところはやはりね、こう本質的なところね、真の悔い改めと真の改心がないとですね、ダメだということなんですけどね。でそこにはですね、この聖霊によるですね、罪の自覚ね、聖霊に照らされないと罪はわからないです、これはね。私たちは、まあ、私なんかそうでね、あのなんか教会行き始めたけど罪が分からなかったね。私イエス様に十字架死んでもらうほど罪深いと思ってなかったからね、罪深さって分からなかったんだよね、うん、罪深さが分からなかったらですね、十字架が分からないんですよ。なんでイエス様は私のために死なれたのかってね、私なんで地獄に行くほど罪を犯してないのに地獄に行くと言われるのかとかね、思わない、ね、しかし聖霊が照らすとですね、神様の清さに照らされるとですね、自分の罪の深さが分かる、ね、この最後の審判のもね、見えてくる、ね、そして救いの必要性が分かってくる、ね、だから本当にですね、こうね、それは罪の自覚、ね、まあ、どういう形で起こるか、ね、それはね、いろんな形ありますけどね。そしてこの、まあ、再生ね、まあ、ね、まあ、これはまあ同じ意味合いですけどもね、再生ね、新生とも言われますけどね、ニューバースト、ジェネレーションね、再び生まれね、ニコデモの箇所ですよね、死んでいたものが蘇らされたね、エペソ2章ね、
罪として滅びの中にあるものだ ね。で、まあ、エリクソンなんかは、改心という言葉はですね、この人間の視点からの表現と。人間の視点、ね。ね。で、こっちは再生というのは神の視点からの表現と。まあ、こういうふうに、まあ、分類してね。まあ、まあ、非常に分かりやすいかなと。ね。そうですね。こちらは人間がですね、自分が悔い改めて、まあ、聖霊が導かれるわけですけどもね、信じるというね、人間中心の前から視点。こちらはですね、こう、人間の側から見たら別に死んでないんですけどね、神様の目から見たら死んでるんですよ。このね、神様から離れている、ね、罪の中にあるというのはね、死んでいるものが蘇らされるというか、そういうものを言ったら経験ですよね。だからこの、聖書の用語ね、聖書の用語ねを、まあ、どう定義してね、どう、まあ、理解しどう整理していくかという、これは非常に大事なんですね。エリクソンはこれを非常に、まあ、分かりやすくね、説明して、神学者や神学書によってもね、いろいろ複雑 なんか整理があるんですね。だから読めば読むほど分からなくなるというね。でもエリクソンは非常に、まあ、そういう面で、まあ、客観的で分かりやすい、今日はこうやって使用できる共通語のようなね、定義をよくしているのでね、非常に助かるということなんですね。そしてこのね、救いの、まあ、発端だけではなしにですね、クリスチャン生活の、まあ、継続ね、信じて、ね、救われるというこの、まあ、発端だけではなしにですね、このね、召される日までの、まあ、言ったら生涯ね、ね、受けるこの聖霊の働きね、御霊のですね、役割の一つは力を与えることね、ヨハネ14章12節ね、私を信じる者はですね、私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行いますね、私は父のもとに行くからですね。イエス様が父のもとにね、疲れたのはね、いざ疲れたのは、そこから聖霊を注いでね、ね、イエス様が地上に乗る時はですね、もうイエス様がガリラ湖におられたら、みんなガリラ湖に行かないと会えなかったわけですよね。あるいはこのオリーブ山に行かないと、オリーブ山の周辺だけですよ、行くよりね。しかしですね、このね、十字架宮川を置いて天井に、ね、聖霊を、ね、約束するぐらい、そして注がれたね、すべてのイエス様を信じる者を、ね、聖霊を通してですね、このね、イエスのね、地上的な臨在としてね、キリストを頭とするキリストの体が全世界の隅々にまで及ぶようにね、このなっているということなんですね。だから主の働きはね、このどっかの国の王宮の中にもあるしね、あるいはこのね、インドのカルカッタのスラム街にもあるしとね、あるいはこうどっかの、まあ、そういうね、そういうハンセン病の病棟の中にもあるしね、いろんなところにですね、イエス様はね、訪れてね、この働きをね、この世の終わりまでね、進めておられるということですね。弟子たちはですね、この十字架の宮沢、十字架出来事の時ですね、皆ですね、このちりじばらになって、自らの弱さ、足りなさを十分承知して、ね、しかしですね、聖霊降臨の後ですね、ペテロはですね、力を得て説教し、3000人が信じた。ね、我々の知る限り、ね、イエスご自身、これほどの反応を得られたことはない。ね、おそらくイエス様の公の働き全体を通してもですね、これほどの多くの真の改心者を集めたこともなかったである、ね、弟子たちの成功の秘訣は能力や力にあったのではない、ね、精霊にあったのである、ね、だから、まあ、私たちはですね、まあ、ね、
なんかここを見ると小さなものに思いますけどね、本当にこうね、もう神の民としてね、私はいつもね、アブラハムがね、もう子供ができない人だけど空の星を見なさいとね、アブラハムそれ信じたと、私もこのようにね、今見てもらうと世界中にですね、今6畳7畳ぐらいあります。だいたい3分の1が苦しい星の数ほどね、浜子の砂ほどね、神の民がね、地上にいるね。そしてその普遍的な神の民のね、この働きの中の一員であるわけなんですね、私たちはね。自分の小さな教会だけを見るんじゃなしにね、この歴史を超えたね、この天上と地上全て神の民の中の一員としてこの働きがあるんだというね、ことにもこのもっとプライドをね、私は持つべきじゃないかと、ね、そしてまあね、大きな働きをしている人はすでにまあね、祝福をね、そこでね、もうそこで、だって最前線でですね、こう一兵士としてね、本当にこう、なんかこう、膠着状態の戦いの中にね、こう、参与するいうこともね、ものすごくこう意味があることであるとね、全体から見たらね、全員が将軍じゃないんですよ、これはね、まあ、戦争というのがね、霊的な戦いもそうですよ。やはり地上のね、最前線でね、やっぱりこう、まあ、散っていく兵士たちがいるからこそね、戦いあるわけであってね、そしてこの御霊はですね、私たち信仰者のね、うちに宿る、ね、ヨハネ14章14節から17節ですね。そしてこの私たちのですね、うちに住まわってくださって、だから私たちの思考とか感情とかの真っ只中に入り込んでね、教え、ね、悟し、導いてくださいね。だから私はですね、まあそういうことを思って考えるとですね、本当にまあ素晴らしいなと思うんですね。私はなんかこうね、そんなに延々とこう祈るタイプじゃないんですね。どちらかというとこう、いろいろね、主の前に物事を思い巡らすというかね、考えるというか、だから夜なんかでですね、なかなかね、寝つけない時なんかこうね、いろいろ考え事をするね。ね、まあ、今朝でも目が覚めたら1時過ぎだったんですね。ほんでまあ目覚まし見たら、まあ、まだ早いから、まあ、ちょっと早すぎるなと思って、でもう少し寝ようかなと。まあ寝れない時はね、まあ、いろいろ考え事するんですよ。ね、そこで今日なんかは、まあ、今日聖霊論やなと思うんですよね。聖霊の人格、ね、御業、そして。この地におけるせいでいるから、ね、それをこう何度も何度もこう主の前におさらいするわけなんですよ。ちょうどゴルフでね、18ホールね、もう18ホール全部の図面があってね、どこでどう映すか全部大体こうシミュレーションできているそうです、ゴルフのね、プロのね、笑顔投手なんかもピッチャーでね、試合の投げる第1球から9回の裏ね、三振取るまでの大体球の種類とかね、大体イメージができてるっていうね、今私はそういうのを考える好きでね、まあこうね、いろいろと繰り返し繰り返しね、翻訳し、まあ長年教えてるけど、こんな繰り返し目を通しながらね、シミュレーションする、だからそういうまあシミュレーションするいうことがですね、まあ見た目とともにある対話というかね、御霊のこうサジェッションを受けながら、あ、ここでこういうふうにしてたらいいのじゃないかとかね。で、私はいつもこれはスケッチブックみたいでね、いろいろこう図案を描くわけです。大体プロのゴルファーでもこうノート持ってるでしょ。ほんで打ったあとこういうふうにね、ちゃんと曲がらなかったなとかね、いろいろ芝目とかね、いろいろ、まあ、次に行かずね、
アプローチね、こういうふうにしてこうどん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 、まあ、スケッチブックなんですよね。こう文字で書くだけじゃなしにこうイメージで書くだけ、板書のイメージとかね、そんなのね、まあ、その通り使わないんですけども、あ、そういうのね、シミュレーションでこう何度もやってたらね、こういろいろ応用が効くわけなんですよ。でその時その時の状況の流れの中で、まあ、最終的にはね、やっぱり見た目の風の吹くままにというね、まあそういうやり方なんですけどね、まあそういうことですね。見た目の見技ね、そうですかね、私たちの思考と感情の真っ只中にある。だから皆さんが、説教準備とかね、いろいろこうね準備されてるんですよ。いつもそこは御霊がいてくださると、御霊との対話の中で準備しているんだというね意識を持ってほしいというかね、御霊はですね、明らかに教える役割を持ってね、弟子たちね、聖霊による証明というね、ね、聖書を理解するのを助けてくださっていると、ね、私たちがこのね、この聖書、ね、を通して、ね、私たちは、ね、神様の、ね、身思い、神様の心の中、ね、あるものを、ね、探り極めようとするわけですね。聖霊の助けを通して、そして聖霊は取りなしの宮同士ね、たまを交えて弱い私を助けてください、無能な私たちを助けてください、ね、神様の御心の分からない私を助けてください。どのように祈っているか語っているか分からないんですが、御霊ご自身が言いようもない深む埋めきによって私たちのためにね、取りなし、助け、助言を与え、ね、悟しを与える、ね、人間の心を探り極める、御霊の思いが何であるかよく知っておられ、ね、神の御心に従って、ね、取りなしてくださる、ね、だから本当にですね、こう、まあ、そういうこうね、御霊の取りなしの単になんかこう手によってこう祈っておられるというイメージだけなんですよね。私たち共にね、共に同伴者としてね、歩んでくださって、ね、考えてくださって、ね、取り組んでくださってお方としてね、私たちは取られるというね。5番目、ね、成果の働き、ね、この私たちが、ね、イエス様、キリストの父親によって覆われて、ね、ダビデのように鶴鴨の様に義と認められているんですよね。それは瞬間的な行為、しかしこの、ね、成果、ね、これはですね、御霊が内にある、ね、私たちは霊と肉の葛藤の中でですね、私たちをですね、こうね、清いものを作り上げていかれるプロセスである、ね、私は肉の欲望、ね、御霊の肉、ね、相反する矛盾の中、葛藤の中でですね、私たちはこの戦いの中を歩んでいると、ね、そしてこのキリストの体のね、たまもの、ね、旧約において、ね、ベツァレにたまもの、ヨセフに、ね、またギデオンに賜物を与える、ね、私たちにもですね、賜物を与える、ね、エペソ4章にはですね、さまざまな、ね、教会の役職の、ね、使徒預言者、伝道者、ね、教師、ね、たくさん、ね、あるいは、まあ、手元でやってた長老とかね、使徒預言者、執事とか、ね、あとローマ12章にはですね、さまざまな、ね、捧げる賜物とかね、奉仕する賜物、一般的な賜物、ね、またコリント書12章にはですね、この霊的な、ね、この預言する賜物、威厳、解き放す賜物、癒やす賜物、ね、いろんな賜物、ね、まあ、このことはまた救済論の中でですね、詳しく、まあ、もう少し詳しくね、掘り下げていきたいと思いますね。まあ、どちらにしてもね、賜物はこのキリストの体に与えられる、ね、体全体の徳を高めるために、ね、与えられる。すべての賜物を持っている人はいない、
ね、また全ての人に同じ賜物が与えられているわけです。それぞれ個性と賜物が、ね、それぞれ特色と、ね、それぞれの、ね、能力、ね、それぞれがですね、御霊に満たされて、この必要、ね、教会を満たす、ね、等しく目立つわけではないけれども、全ての賜物が重要だということです、ね。油絵なんかでもですね、こう目立つ色と目立たない色があるわけですね。でもこう絵全体としてですね、こう本当に素晴らしい絵になろうと思ったらですね、その目立つ色の影に隠れている補色というね、この助ける色を言うのがね、こう目立たない色というのが重要なんですね、うん。だからそういうですね、こう、まあ、バランスと調和ですよね。それが見たら非常に大事で、そういったものはですね、心のままに分けられる、ね、ね、さあ時間が来ましたので、はい、聖霊様ありがとうございます。聖霊様の素晴らしい御言葉をありがとうございます。ますます私たちを心得てくださり、あなたのその聖霊様の中にどうぞ導いてください。感謝してイエス様の御名を今日もお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。